絶対に真似できないのって産地なんですよ、最終的に。私たちの一番大きな使命というのは、椎茸を販売し続けることではなくて、近隣の生産者さんたちが作った椎茸をいかに買い続けられるかということにあると思うんですね。一番価値を持ってくるっていうのはその土地でしかできないものだと思うんです。それがたまたま我々の会社の周りにはあって、いかにそれを大事にして世界に広めるかっていうことがポイントになってくると思うんですね。でそのために僕たちは生産者が持ってきた時点から最終的な製品までをバーコードでトレースができるようにしたり、持ってきていただいたその乾燥椎茸の旨味成分を上げることであったり、ビタミン D の成分を引き上げるために遠赤外線の乾燥炉を使ったりということで、品質を維持することに努力しています。九州の宮崎っていうところの山の中の産地なんですけど、そこが世界中と商売をしてお金をそこからもらって、ここでまた還流をさせてるっていうのが一番理想的な姿になるのかなと思います。ここでしか作れないっていうもともとのそのプロセスだと思うんで、それをいかに高い品質で世界中に届けれるかっていうのが僕たちの次の挑戦になってるんだと思います。